豚バラとキャベツを使った焼きそばを作ります。今回も特売のちゃんぽん麺が買えたのだ。ほだほだ。キャベツとピーマンを食べやすい大きさに切ります。ピーマンは味のアクセントになるのでおすすめ。キャベツは最近安いのでよく使うのだ。そうだって。塩コショウした豚バラと野菜を中火で炒めます。豚バラは脂身が少ないタイプなのだ。今回は脂身が多いタイプが欲しかったのだけど、まあ安かったからしょうがないのだね。いやもう全くその通りでござる。お父ちゃん早くご飯さんをちょうだいなのだ。おちびちゃんもう少し待ってね。分かったのだ。僕我慢するのだ。ほぐしたちゃんぽんの麺を加えて炒めます。焼きそばの麺よりも太めのボリューム感が最高なのだ。やっぱりこのくらいの量が使いやすいのだ。ほだほだ。ずん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 。あーたまんねえのだ。ここからは時間との勝負なのだ。弱火にし、好み焼きソースを加えて仕上げます。私はオタフクソースを常備。ソースはいつも少なめなのだ。姉ちゃんたちすぎてくさ。ほだほだ。もうご飯さんができたのだ。もうちょっと待つのだ。わかったのだ。皿に盛り付けて卵をトッピングします。何気にお好み焼きソースと卵は相性が良いのだね。それってあなたの感想ですよね。これで完成。やっぱり野菜を多めに使うと美味しいのだ。美味しいやみー感謝感謝。また枝豆一杯食べたいな。デリシャッ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 。ハッピースマイル。じゃあまたね。